久々だけど。いや、わかんない。放送中なの、向こうは。いや、わかんない。あのさ、出なくていいよっていうかさ、出るなっていうやつが、出るなっていうコメントしかない。出ろっていうコメントは一つもないんだけど。出るっていうコメントは。俺、今月リスナー取れてないのよ。どうしようかね。今月リスナー取れてないのよ。バンになってたから。いや、いつでも取れるとか言ってね。余裕ぶっかましといて。そう。で、バンになっちゃったから、まだ今月リスナー取ってないの、俺。実は。で、やばいんだよね。あともう、二日しかないじゃん。今日入れて三日しかないから。もしかしたらリスナー今月取れないかもしれない。このまま行くと。よいしょよいしょ。もうね、うちきちきね、不条そこずっと入ってるのね。うちきちきなの、わっちゃって。もうな、ああもうね、起きちゃったの。あ、そう、入って起きちゃったな。ぬちゃん、甘えん坊だて。あ、甘えん坊になっちゃったな。猫舌でしょ。うん。はあ、まあ、かな。甘えん坊だて。起きちゃったな。うん、甘えん坊になっちゃったな。うん、はっ、甘いもんだって。うん、チキチキなのこれ。パンパンチキチキ。
ああ、バチキチキな。ああ、バチキチキだね。ああ。出た。バチキチキ。山田リティってどこが可愛いのかわかんないけどね。だって、あいつのすっぴん見たことある。桑田真澄だよ。みんな見たことある。山田リティのすっぴん見たことある。桑田真澄。ほくろが多すぎる。あれ、メイクでほくろ隠してんだから。山田リティってあれ。だ前日も、なんか、一夜を共にしたけど、パコられなかったんでしょ？まあ、そりゃそうだよ。桑田真澄だもん。可愛くないよ。だって、俺が可愛くないって言ってんだよ。俺結構さ、面食いで、結構女の子厳しいじゃん。あれ可愛くない。佐野は、もう、まあ、ちょっとその、まあ、山田リティが佐野の店に行った時に佐野はビビッと感じたんだろうね。まあちょっと佐野に対して優しくしたんじゃない。だから佐野は口説いてるね。そうだ、桑田リティと俺名付けたんだよね。桑田真澄だから、桑田リティ。あだ名でね。山田リティじゃなくて、お前、桑田リティだろって。可愛くないっつって。で、彼氏が、で、相手、まあ、上がんないじゃん、あいつ。まあ、今、彼氏と別れたから、また放送始めたけど、またあいつ、彼氏ができたら、放送やめるぜ。山田リティ、また。もうずっと放送やってなかったんだから、彼氏ができて。で、最近彼氏側と別れて、なんか、縁切り神社みたいに言ってたじゃん。縁切りの神社に、山田リティが。覚醒あられ知らない。誰覚醒あられって。いや、ブーちゃんもあれはひどいね。だブーちゃんなんて、善逸のことを好きだと思ってもいなかったから、100%。なんで付き合ったかわかんないけど、だってブーちゃんって多分自分より閲覧が多いやつだったら誰でも付き合えるよ。まあこれはディスじゃないよ。ね、ちょ、ブーちゃん通報するのやめてね。まあ見てるわかんないけど。あの人って、風俗嬢だから、誰とでもキスしたり、セックスしたり、そういうことはできるのよ。そういう抵抗がないよ、ブーちゃんっていうのは。だから、自分がやっぱ放送で生活してる上で、閲覧が多い人っていうのは自分よりすごいんだなと。そういうふうに感じちゃうから。まあ、善逸はやっぱブーちゃんよりまあ多いじゃん、閲覧が。100、200ぐらい。だから、まあ、付き合って、ね。まあ、ちょっと閲覧がね、盛り上がればいいな。それぐらいのことしか思ってなかったんだよ。ブーちゃんは。だって、俺チューしたからね、ブーちゃんと。そう。ブーちゃんとチューしたよ。俺が、一緒にね、なんかね、20人ぐらいで飯屋行ったの。焼肉。それで、四季さんとか見たよ、みんな。みんないて、で、俺がトイレ行こうとしてたんだよ。うわぁ、しょんべんしたいから、ちょっともう早く出てって、誰が入ってんのっつって。で、それで出てきて、そう、それがブーちゃんだったんだよ。で、その時に、まあ、ブーちゃんも酔っ払って、俺も酔っ払ってたから、こうね、そう、出るタイミングにチューとかするじゃん。しない？みんな。女の子。例えば、女の子と飲んでて、え？じゃあ、チャンスがあればチューするでしょ。それでブーちゃんのチューしちゃったの、俺。
トイレ出る瞬間、トイレ出るときに。そう。だそれぐらい軽いね、ブーちゃん。だから、そういうのを、ね、やっぱりだから、善逸を利用したと思うのは、やっぱブーちゃんがやっぱ善逸を利用したんだろうなと思ってる、そこは。あ、チューだけしかしてないです。チュー。え、でもその、すれ違いざまにチューするようなのは、やっぱり、あれじゃない？おかしいと思わない？ちょっと。だって、チューって好きな人としかしない、しない、したくなくない？だって嫌だもん、俺、タケチとキスしたくないもん。タケチとか、モナミとかさ、ね？あそこでキスしたくないもいくらすれ違ったとしても、トイレで。したくないでしょ、ブサイクと。お前からしたんだろう。お前からしたっていうか、要はその、キスするときって、まあみんなわかんないが、あんまキスしたことないから。じゃあトイレですれ違うときに、こう目が合うじゃそのときに、こう、お互いこう、まあ、こうやって顔を近づけるそのときに、女の子がチュッてやってくれれば同意したってことだ。まあ、カレーさんともキスしましたけどね。あと、カレンさんも結構誰とでも行っちゃう人間だね、あれも。カレンさんも誰でもやれるぞ、あれ。カレンさんも誰でもキスするし、結構その、まあその、依存するタイプだからね、薬とかで。ユリアは無理だね。ユリアは無理。歯がガチャガチャになってて無理。ユリアは。あれはもう一生振られ続けて、誰も男は、でもだってこれも持ってないでしょ。これも持ってない、あんなブサイクな女、誰も相手にしない。ね、放送やって見せ物にされるだけ。ユリアとか。